しようかなと思いまして、サーチャンデスラリに来ています。今回ね、サーチめっちゃ長いかもよ。本当に長いかもしれないです。僕がさっきちょっと途中参加でね、始まったんで、ああ途中参加かって思ってね、見てたんですけど、これ6ラウンド先取かもしれない Search and destroy. 本当に結構長かったですよ。 さあ行きましょうか。 A ボムのところに。僕まだ何にも知識ないんでね、ただ突っ込むだけになっちゃいそう。構えながらブーストできたらいいんですけどね。危ねえ。ちょっと待ってね。マジか。大丈夫かな、味方さん。足音も聞かないとね。足音はそんな大きくないっていうか。入る入る。危ねえ。マジか。ああ、くそー いやー、マジか。やられちゃいましたね。じゃあ、挟まれちゃったな、今の。なんとも。まさか、こんだけ 早く一人ぼっちになるとはね、思わなかったですね。いやでもね、本当、6ラウンド先取になってるような気がするんですよね。さっきのがなんか、あれだったのかわかんないんですけどね。とりあえずやってみますけど。もう、後半、攻撃か、設置側か、1回で変わるっていうね、珍しいですね。珍しいというか、ここが新しいのかな。とりあえずこれ、打っとこう。大丈夫かな？みんな、仕掛けようず。怖いっすよね、こっちから来たらまたあれなんで。ここで待っとこう。後ろから回ってきそう。とりあえず僕は正面を見ないと。正面を見るのがお仕事です。あ、デッサじゃないけど、そういうパークあるからね。パークだったかな、効果だったか忘れちゃったけど。なんだ、びっくりするじゃん そのピョンピョンしたら。お、ナイス。いやでもね、僕がその6ラウンドになって危惧することは、サーチの動画撮ろうとすると、今までは4ラウンド先取でよかったじゃないですか。それが6になってしまうと長くなってしまうってわけですね。まあでも2ラウンドか、言うて2ラウンドじゃないな、最高だったら11ラウンドぐらいまでいくのか。7ラウンドが11ラウンドまで伸びたらすごいですよね、普通に考えたら。とんでも、とてつもなくあれだと思うんですけど、普通に走る。いるかな？カチャカチャなんか音がするけど、自分のこの装備の音なのか相手の音なのかでちょっとよくわかんない。あ、これだわ。カチャカチャ音が言ってる。自分のこの構えるだけで。マジか。行きましたね。あー、ここに。くっそ。いやー、マジか。もうちょっと、あれかな。ん？あ、この人だけか。やばいね。1対2かな？ん？もう1人いるのかな？あ、いるいる。解除してる。おー、ナイスです。あ、てか普通に全員倒したのか。いやー、ナイスです、ナイスです。爆弾のすごいね、解除とかも。なんかあれじゃなくなってるね、ピッピッピッピ押すやつじゃなくなってますね。まあ押しましたけど、ボムがなんか丸っこくなってますね。これですよ、ボム。おー、なんか円盤ですね。僕は拾いたくないんでね あれなんですけど。あ、いるのかな。
んか飛んでるぞ。これはなんだかわいいな。あー、うそ、マジか。あ、あーマジか、死んでしまった。やばいやばいやばい。Aにいますね。これね、おお、いる、どこだ。あー逃げられたか。あ、あ、あ、やばい。おお、つらいね今の。今のブーストの飛び出したやつを打てたらやばいですよね。これですね、これ強いな、飛び出し打ちというか、なんというかねえ。いやーすげえ。僕もちょっとあれ練習しなくちゃね。すごい。でもラウンドのね、攻撃か攻めかでこうなんかまとまって変わるんじゃなくて交互に変わっていくっていうのはまた新しい試みですね。あ、ダメなの俺の。よし、オッケー。うわ、やべ、危ない危ない。いいっすね、下から行くっていうのも。さあどうする。あーマジか。あーくそー、予測は良かったけどちょっとぎこちなさすぎたか。やりますな。あーやばい、やばいやばいやばい。あーマジか。決まるときは一瞬で決まりますね。いいな、僕もなんかこんなタイトルつけようかな。なんか全然こういうタイトルとかいじくってないんですよね。つけよう。なんか今回タイトルの面積が広がりましたね。前みたいになんかバナーみたいな感じじゃなくなった、うん、なくなった感じですね。おい、こうね、エネミー UAV アバウ、あ、やべ。おお、そっか、透明なのがここで生きるのか。いるみたいですね。あ、やばい、危ねえ。やばいやばい。はい、回復しよう。突っ込んでく。やばいやばいやばい。やばい。危ない。危ない。いやあリロードがこれね、ダメでしたね。いやー、リロード上手くなりて。どうしてもなんかリロキャンみたいな動作しちゃうんですよね、僕。いや、でもいい感じですね。いや、初サーチ。初サーチでなかなかいい。初サーチっつっても、まあ途中参加があるから、でもあれは脳幹脳幹。じゃ僕1キルされて、キルストに1キルされて終わったサーチですからね。上からロケットピューンボーンって降ってきて、はーみたいな感じで終わったねえ、試合がこの前にありましたけど、もういいですね。 UAV 良かった、入れといて。どうしようかな、今だ。おお、エネミーも出してきた。なんだろう。オッケー、ここにとりあえず。なんかあれせこくない、乗ってるやつでしょ。それはなかなか、いやーちょっとなんか外に出づらいな、これ。こっから出たらやばい気がする。あ、来てる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 、やばいやばい。引っかかったか、マジ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。あんな、だって航空機出てたら行くに行けないでしょ、こんな。うわ、マジか。いや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 、あーいや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 、あーいやいやいや、無理。いや、レベル出したのに。うわー、あの辺飛行機、変な飛行機というか、
あれに乗られちゃうね、ちょっと厳しい。いやーマジか、どんな感じなんだろう。うーん、こんな感じですね。ない。おお。でも必然的に皆さんキルがね多くなりますね、ラウンド数が多いので。もうこれでもだって普通に BO2 とかだったらね、あのいい試合の時こんな感じですから。あぶね、よし任せろ。エネミー UAV が出てても大丈夫だ。ひょこひょこしてる味方さん。お、入れた。よし大丈夫かな。こっち見といてあげよう。こっから来ない、こっちかな。でも自分の音はねすごい聞こえやすいんですけどね。これ伏せとこう。来た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 。上からも来るかな、これ。これやばい気がしてきた。これめっちゃ来てるんじゃないの。あーもうくそー、はあ、悔しい。4つのボタンポチポチ押してる。マジかー。ほらね、5ラウンド取ってるでしょ相手。6ラウンド選手なんですよ。だからサーチ長くなりましたよ本当に。もうだって11分超えてますよね。あ、11分こ、そうそう超えてる超えてる。本当になかなか長いですよね本当。さあどうだ。お、相手来てないぞ。相手いないぞ。相手 B 設置早いな。裏取れるんじゃないの。いやー待って待って待って、めっちゃ後ろにいた。マジか、これ確実に。おお、キルスト使って後ろにいたパターンでしょねえ、マジか。 UAV 出された、やばいね。あ、上に、あれいない。あ、いた。あーかわいそう本当に。いやー、というわけで今回はねサーチ&レスをやってきたんですけどね、6ラウンド選手なんとね、4ラウンドから6ラウンド選手に変わったことによってね、皆さんねだいぶキルが、あと1キル100なんで、もうキルストもまあ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 レーダーは出せるんじゃないかなといった感じですね。というわけで今回はサーチ&デストロイをやってもらいまいりました。どうですかね皆さんね、サーチやってる方からしたらねかなり変わったんじゃないかなと思います。とりあえずこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。